こんにちは、ドクターネケズです。さあ本日はイベントクエスト行ってみましょう。真をつく恐怖ですかね。ちょっと読み方がどっかに書いてないかな。はい、行ってみましょう。1話、クイン氏による精霊帝教習。各隊長たちはワンデンライヒトの精鋭シェルンリッターと相対していた。ワンデンライヒによる精霊帝侵攻が始まり、開始数分で1000を超える死神たちが命を落とした。各隊長たちはバンデンライヒの精鋭シェルンリッターと相対する。シェルンリッター F ・ S ・ノト。全力で叩き切る。逃しはしない。動く。仕留める。逃さぬ。仕留める。2話、エスノットと相対する白夜とレンジ。白夜は謎多きクインシーたちへの有効打を探るため挽回する。始めようか。千本桜で守ってんのか。逃れられない。どんな気分だ。奪われた挽回でとどめを刺されるのは。なすすべもないね。3話、多分3話だね。挽回、千本桜影吉をエスノトに奪われた白夜だが、自分の戦いを見て能力を見極めろとレンジを制し敵の前に出る。
始めようか。くらい。逃れられない。くらえ。何言ってるの。ああ、そうですか。怖い。くらえ。逃れられない。あ、共産主と目見えるのか。今気づいた。なすすべもないね。で、これで僕読めました。心をつく恐怖だね。心じゃないね。心をつく恐怖じゃない？多分。違うかな。共産打つと目が気づかなかったわ。あれ後ろ。あー、回復できない。領域範囲広いな。逃れられない。ほら、領域広くない。くらえ。くらえ。怖い。逃れられない。どんな気持ち。あれ、次は白くやん。
全力で叩き切る。動く。仕留める。仕留める。逃しはしない。あら、ダメだな。仕留める。おった。仕留める。動く。仕留める。逃しはしない。いや、今回ひどくない？なんか前に行ったり後ろに行ったり。仕留める。挽回。千本桜影よし、終わりだ。ひど。動くな。いや、美しいな。逃しはしない。仕留め。身の程を知るのだ。終わりだ。はい、それじゃあ至極級を出してきます。はい、至極級出してきました。 S ノート接待ですね。いきましょう。まあ、バリア張って強一も範囲が広いし、うん、いや、すげえ強一が強い。すごいやらしいな。逃れられない。どういうこと？怖い。逃れられない。どんな気分だ。奪われた挽回でとどめを刺されるのは。なすすべもないね。はい、これで全部クリアです。組み替えの紐をゲットしましたね。さあ、今回は新しいレンジが手に入りますね。200円したらいいのに。だいたいさ、イベントクエストのキャラクターってその時の新キャラの星読んで合成しやすいみたいな感じかなと思ったけど、レンジですね、関係ないですね。で、今回から新たに、ボーナスアビリティ組み替え紐が入るようになってますが、1個ですね。あんま大したことないですね。もっと配っていいのにな。はい、今回はここまで。
おそらく心をじゃね、心をつく恐怖。以上になります。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。